皆さんこんにちは。今回はひらがなの穴埋め問題です。真ん中の四角に共通するひらがなを入れて言葉を完成させてください。制限時間は30秒です。それでは早速やってみましょう。1問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解は地でした。市場、落ち葉となりました。このようにマスの中に1文字入れて2つの言葉を完成させてくださいね。2問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解は祖でした。塗装、時速となりました。別解もたくさんあるかもしれません。別解が見つかった方はぜひコメント欄にてお待ちしています。3問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解は場でした。芝生、小判となりましたね。芝生でのんびり過ごすのが気持ちいい季節ですね。近頃は持ち運びも設置も簡単なワンタッチテントが豊富に販売されているので、日向ぼっこのお供にいいかもしれませんよ。4問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解は伸ばし棒でした。ドーム、ホースとなりましたね。文字の穴埋め問題は推察する力や言語記憶力、想像力を鍛える効果があるそうですよ。5問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解は絵でした。楓、前歯となりました。さあどんどんいきますよ。6問目です。四
四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はんでした。タンゴ、ルンバとなりました。タンゴもルンバもどちらもダンス音楽の一種ですね。タンゴはアルゼンチン、ルンバはキューバで生まれたものらしいですよ。7問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はつでした。祭り、つつじとなりましたよ。つつじが見頃の季節ですね。中でも毎年3月上旬から中旬にかけて沖縄本島北部の東村の村民の森つつじ園で行われるつつじ祭りは日本一早いつつじ祭りなんだそうですよ。8問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はラでした。たらい、ひらめとなりました。この脳トレは知っている単語をあれこれ思い出すことで記憶力の向上につながりますよ。9問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はんでした。喧嘩、おんぶとなりましたね。最終問題です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はいでした。生徒、舞妓となりました。追加でおまけの問題です。マスの中に入る文字を20秒の制限時間内に答えてください。終了です。答えはコメント欄へお待ちしています。
この問題は以前地の種で配信した動画です。概要欄に動画の URL を載せていますので答えをチェックしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。地の種のホームページでは様々なノートレプリントが無料でダウンロードできます。ぜひチェックしてくださいね。皆さんのコメントや高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。